宮崎優子は、弁護士出身の最高裁判所判事。東京大学法学部卒業。1977年、司法修習生。第一、東京弁護士会所属。1984年、ハーバードロースクール修了。裁判官だった父親の、法廷の中には、男女差はないという言葉で放送を志した。1979年に弁護士登録。 日本 IBM グループの代理人として約1200億円の課税処分を取り消す判決を勝ち取った。2018年1月9日に最高裁判所裁判官に就任。最高裁判事として旧制の宮崎姓を使うと表明した。最高裁判事が旧姓を名乗るのは初めて。2021年7月8日に定年退官。 裁判官に就任以降、衆議院解散が行われず、衆議院議員総選挙と合わせて行われる、最高裁判所裁判官国民審査が実施されなかったため、国民審査を受けずに退官を迎えた。国民審査を経ずに退官する、最高裁裁判官は70年ぶり、3例目。国民審査を経ずに定年まで勤めて退官する、最高裁裁判官は宮崎が、 初めてとなった。ありがとうございます。